上級英単語ロゴフィリア、新たなロゴフィリアって名前はどうやって決まったんですか。解説を付け加えていったのを、あの担当者が見てたらして、さらに解説がついて、そうですね、見ていただけると分かると思いますけど、はい、これ結構作るの大変ということで始まりました、もてつチャンネル。さあ、ここからですね、お久しぶりに北山先生に、どうもよろしくお願いします。いただきまして、新刊が出たということで、はい、まあ強調ですけれども、はい、はい、上級英単語ロゴフィリア、新たな本が出ましたんで、はい、こちらなんですけども、強調で北村先生と八島淳と書いてますが、はい、あの八島くんですか。あ、そうですね、あの八島くんですね、はい、同じゼミの、はい、ゼミの同級、学部の時のゼミの同級生。あ、はいはいはい、はい、そして東大その後入って、そうですね、東大、大学院で東大行かれて、はい、その後アメリカで UCLA で博士号を取って、現在専修大学の先生、もう准教授の方です。すごいですね。いや、東スゼミ優秀な方が多くて、はい、今は、まあ、森哲先生ありがとうございます。いや、まあ、そう、確かにアメリカに行ってるのは知ってたんですけど、はいはいはい、そう、今日本でやられてるということで、はい、英語のことに関しては、ね、特にまあアメリカ行かれてたっていうのもありますけど、うんうん、載ってる単語の、うん、結構最近のこれはもう辞書にも載ってないでしょみたいなことをレビューしてくれてる方いましたけど、そういうのとかやっぱ詳しいんで、なるほどなるほど、そこら辺は本当に助けられましたけどね、うん、じゃあお二人でどういう感じで話進んだんですか。まず作る、いや、まずもともとその僕が去年の本がそこそこヒットして、はい、でいろいろやっぱり仕事しませんかっていうありがたいことにお誘いをいただいて、まあその中でツイッターで英検あれ1級なのかな、デタタンってありますよね、あれのその単語を紹介してるツイートに、まあ例えばこれ訳語をこう知っててもこういう風に使うみたいに知らないと誤解するよねみたいなのが結構あったりするじゃないですか。それを引用リツイートの形で、最初ちょっと迷惑かなと思ったんですけ ど、やってくださいみたいにおっしゃってくださったので、解説を付け加えていったのをあの担当者が見てたらしくて、でちょうどその担当者がその当時英検1級を合格したいとちょうど勉強してるぐらいの時期で、あ、まさにこういう単語にこういう解説がついていると自分は覚えるときに前よりもスムーズに覚えられるんじゃないかとか、そういう単語帳って今までなかなかあのそんなにはなかったんじゃないかっていうような、まあ、そういうところから依頼が、まだ結構若手の編集者の方ですけど始まって、でただちょっと見ていただけると分かると思いますけど、これ結構作るの大変な、そうでしょうねこんだけ文あって、 でこんだけ全部の体、全部って言ってももちろんその取り上げた見出し語だけですけど、900、1000語近い語に一つ一つ全てトリビアというか、う、あのまあネタをつけるっていう説明をつけるっていうことなんで、ちょっと一人でやるといつできるか分かんないよねっていう話になって、で、まあ、以前その自分の解体新書を1冊目出した時に読んでもらっていろいろコメントをいただいてたその八島くんに、まあ、せっかくだったらじゃあ今回一緒にやりましょうみたいな話で言ったら、あの全然今時間あるんでできるっていう話だったので、で協力してやることになった。うん、なるほど、はい、そうなんですね。まず英文が文章であって、はいはい、でその後に下にはクイズついてましたよね。そうですね、内容を確認するクイズですね、はい、で右側にこう単語が載ってるんですけど、はい、単語と意味だけじゃなくて例文だったりとか、はい、フレーズだったりがあって、はい、でさらに解説がついてる。そうですね、はい、なんで、まあ、いわゆる英検のパスタンのね一級とかでただただ訳語方法じゃなくて、はいはい、使い方も分かるし、まあ、読みながらマスターというか覚えることもできるし、うん、パッと見た時にその一つ一つの単語に、うんうん、例えば最近だとこういう政治家が実は使ってましたとか、そういうコメントとかもあるので割とこう実感を持って覚えられるかなっていう感じです、ね、うん、これ大変なんですよ。今単語帳僕も書いてるんですけど、マジでこのコメントとか超大変ね、もう死ぬほど使ってる単語でも辞書一回やっぱ調べないとちょっと確認っていうところも、だからそういう意味ではかなりやっぱ大変ですよね。全部にコメント入れてくださいって嫌です、うん、まあまあ、だから最初はその依頼が来た時に、いや何考えてんねんみたいないやこんなんできんのみたいな感じでやけど、まあ2人ならいけるかなということで、うん、古い友人に連絡。なるほど、今日は来てないんですか。まあ、ちょっと今日はあのあれですね、あのピアノの練習があるっていうことで来れない。ピアノ練習で、うん、結構あのアートにも精通してる方。あ、そうなんですね。はい、そんなまでできたっていう感じで、まあレベル的にはどうですか、ぶっちゃけ単語の。一般的に大学受験レベルをやった人が、うん、まあ大学に入学してその後にさらにもう一段。その実際に例えば海外の人とメールでやり取りするとか、まあ何かニュースを聞いて理解するとか、あるいはあの新聞記事とか要書を読むっていう時には絶対必要だよねって。ただ大学受験だとそこは覚えないまま終わっちゃうよねみたいなぐらいのレベルの単語っ
ていうのがメインの意識で最初は作り始めたっていう感じですね。そうですね、はい、なんか早稲田の社学みたいな感じですね。だからまあ一部の大学だと最近その単語難しくなってる大学もあるので、はい、受験対策としても使えなくはないと思うんですけど、うん、まあ、だとしても今まで従来あった基本の単語帳をしっかり終えたぐらいの人じゃないと、うんうん、突然これを最初の単語帳として、ね、よし受験勉強するぞって開くと、うんうん、バックリするっていう感じそうですね、まあ、まさに本当に英検1級のやつを普通の単語帳じゃなくてちゃんと文章ありきまあそうですね、うん、で覚えたいとか、まあ、国連英検もそうかな。そうですね、まあやっぱりだから1級とかその11級の単語っていうのは確かに難しい単語だけど、例えば会話とかでもまあ出てくるっつや出てくるっていうか、その例えばボゴア社の人と話してたりして、うん、なのでまあそういう意味ではこれ見ていただくと、あ、こんだけその新聞記事みたいなのに使われてるんだっていうことも実感してもらえるっていう意味では、うんうん、そういう意味でもこのレベルの単語帳をちょっと作りたいかなというふうに思います。すごいと思います。ロゴフィリアって名前はどうやって決まったんですか？これはあのいろいろ案が出たんですけど、もともと僕が多分出した案で、なんかこうちょっとねかっこいい名前が、はい、まあ、まあいろんなカタカナの名前ついてるじゃないですか、うん、まあ、あのテオリアとかもそうですけど、はい、でかっこいい名前がいいなっていう時に、でもパッと分かる、まあ、少し例えばギリシャ語とかが入ってるとか、うん、そういうギリシャ語源のものとかがいいかなと思って、じゃあまあなんか単語好きだとか愛するっていうと、そうですね、じゃあフィロロジーダメじゃんみたいなことになっちゃうので逆転させたっていう感じです、ね、ああなるほど、はい、うんうんうん、だからそうするとこの単語だと多分なんかリーダーズなんプラスには載ってたっておっしゃってましたけど、あの多分普通の英和辞典だと載ってないんじゃないかなと思うんで、はいはいはい、まあまあいわゆるその言語を表す、まあ、ロゴスと、はい、まあ、フィリアとっていうところでそれを組み合わせて作ったって、ね、インターネット上とかだと出てくるヒットする単語ですけど、本当だリーダーズだけ載ってますね。あ、載ってますね、はいはいはい、みたいですね、リーダーズ、はい、だからさすがだなと思いましたけど。そうですね、だから僕らはその、まあ、語源やってる人間なんで、はい、見たことなくてもそういう意味なんで、はい、まあまあまあ、携帯素からね、はい、こう分かるっていう。いや、ネーミングもすごいなと思ってて、お、これはいい名前だな、まあ、ですよね、ちょっとこうこれでなんていうか、あんまりヒットしないとちょっとかっこ悪いかもしれないでもまあ結果としてね、そこそこ皆さんいい面白いって言ってくださってるのはありがたいですね、はい、これをやるぞって人がたくさん出てくると思うんですけど、まあ、ありがたい。ただまあ先ほど言った通り、そのレベル感はちょっとこう、うん、せっかくやる気出してもらっても、はい、難しすぎてあの心折れちゃったみたいになると意味がないので、うん、はい、ね、っていうところですね。できる状況からね、はい、やってもらって、はい、まあ、英文解体新書もね、はいはいはい、本当に数々の人たちが打ちのめされて、まあ、うん、あれはね、でもやっぱりただ今年とか去年のある大学の入試問題とかだと、はい、まあちょっとあれやってた人はビビらずに済んだんじゃないかなとか、そういうレベルのものも出る大学はあるので、うん、まあ、なるほど、まあ人によってはあのただあれはやっぱ指導者がいる状況で使った方がいいですね。なるほど、なるほど、自分で独学しちゃうと多分わからないっていうところも出ると思う、うん、そうですね、なるほど。いや、これテーマはどういう風に決めてったんですか？社会とか IT とか。ああ、なるほど。これはですね、やっぱりでもその最新のテーマっていうのが基本的にはまあ実感できるというか、うん、やっぱり古いテーマとか普遍的なテーマっていうのは学校高校とか大学でも、うん、読んでることはあるだろうし、だけどこう、あ、まさに最新の最近聞いたようなテーマ、例えば老後2000万問題とか、はいはい、うん、そういうものとかを英語で読むっていう時に生の英語に触れてるっていう感覚を味わってもらえるのかなっていうところで、うん、で特にまあ大学の教員の視点から見てここら辺は重要だなみたいなところを選んでいったっていうような感じですね、うん、はい、そしたら10章だけなんかちょっと異質なもの。ああ、まあ、受賞だけ。ただ、やっぱその、もともと僕の出してる本がちょっと難しいじゃん。そうですね。だから、はい、そういうもののファンの人は、うん、なんかちょっとひょっとするとあまり読まずにパッと期待して、なんか僕が関係してる本だから、協調だからって買ったかもしれないけど、いや、なんか全然そこは難しくないな、みたいな、うん。単語はちょっとあれだけど、みたいになると、少し不満が残っちゃうかなと思って、ね、10章にちょっとこう、マニアックな。まあ、だから人によっても10章はまあ、後から実力がついてからやろうとかでもいいと思うんですけど、も、は、の、い、も入れさせてもらった。そうですね、いやもう腕の見せ所みたいな、ね、うん、わかります。僕もトイックの本書いたら難しい問題ないと、うん、まあまあそういうの期待する人はいるので、やっぱり新たなヒット作としてね出てくるんじゃないかなと思いますね。英語マニアは読まなきゃって今なってる、まあまあまあ、ってことはテーマでこうやってやるってことは第2作第3作とか出てってもあ、今後ですか？今後。いや、だから、まあ、あれですよね。どういう分野にするのかってことですけど、はい、ただ、その、まあ、言っても955語しか載ってないんで、はい、確かにここに出てくる単語ってよく出てくる単語だと思うんですけど、一方で、多分、これもこれもみたいに言い出すと、うん、まだこれも載せてもよかったよねっていうような単語とかっていうのは、うん、そこまでそのマニアックなものじゃなくても、うん、いわゆる新聞記事とかニュースとかで使われている単語とかってあると思うので、例えばこれを補う的な感じで、まだあれだと足りないんで、もう一つってやるのか、あるいはもうちょっと優しい
い、はい、これ以上難しいってなるとまあもう自分でやってもいいんじゃないかなそこはっていう感じにはなるので、 どうなんでしょうっていう感じですね。今後もでも作るの大変ですもんね。いやそうですそう、この続編って言われてもいつになるか分からないまだまだ上級ね英単語いっぱいありますから、ね、そうですね。だからこれも多分そんなにツイッターでレビューしてくれてる方だと、はい、人によっても基本単語だよねって言ってる人もいたので、まあ多分大学の先生とかだと思うんですけど、はいはい、実際でもスラスラニューヨークタイムズ読んでるみたいな人だと、うん、そんなに難しくはないと思うんで、うん、そういう意味では何単語っていうのはいくらでもあります、うん、挑んでみたい方は、はい、読んでみてはいかがでしょうか。はい、ということでじゃあ今回はですね、まあ、じゃあ北村先生にサインもらってちょっとピアノに行ってるいらないピアノに行ってる八島くんにももらってっていう感じでやりたいと思います。はい、八島さんって言わなきゃもう准教授そういう権威主義的な話ではないはい、という感じになりますので、はい、ありがとうございました。